15年前の火事を調べるため、俺は図書館にやってきた。コンクリート造りの近代的な建物だ。館内は静かだな。新聞コーナーはどこにあるのかな。案内所で聞いてみよう。すみません、新聞コーナーはどこですか。はい、新聞閲覧のコーナーは左手の奥です。ありがとう。新聞閲覧コーナーを探すか。ここは最近の新聞かな。日付も新しいものばかりだ。新聞の縮小版の本が並んでいる。あったぞ。12月25日21時頃、大学教授の文野直樹67歳、三宅から出火。屋敷が全焼になる火事があった。焼け跡から文野陽子62歳の遺体を発見。出火原因は調査中。亡くなったのは綾さんじゃない。文野陽子62歳か。彼女の母親だろうか。火事については大体分かったぞ。そろそろ予約した宿の松江荘に行こう。施設内で分からないことがあればこの受付に来ればいいんだろうな。芸術には詳しくないが、いい絵なんだろうな。ここは特集シリーズが並んでいるな。月ごとに特集するシリーズが変わるのかな。誰かいないかな。いないな。もしかしてここが予約した松江荘か。木造2階建ての古ぼけた旅館だな。料金の安さで決めたから仕方がないか。ネットの情報では大浴場があるようだし、旅館は外観より部屋とサービスだからな。覚悟を決めて入るか。すみません。予約のお客さんですね。おかみの山本遥です。よろしくお願いします。今部屋を案内させますけん。とも子ちゃん、お客さんよ。中井の坂田とも子です。よろしくお願いします。ここは伝統のありそうな旅館だね。ただ古いだけですよ。幽霊とか妖怪は出ないので心配しないでください。はるかさんは礼儀正しかったけど、中井の彼女は天然っぽいな。奥の部屋がお客さんの部屋になります。窓からの景色はいいですよ。が目の前なのか。1階に源泉かけ流しの大浴場があります。それはありがたい。お客さん2泊の予定ですよね。それがもう少し伸びるかもしれないんだ。いつまで滞在ですか。それが未定なんだ。部屋はほとんど空いてるので延泊でも大丈夫ですよ。とも子ちゃんは地元の人？私は岩見出身ですけど、何か？15年前に火事になった大学教授の家のこと、何か知らないかな？この家もしかして…知っ
ってるの？いえいえ、この辺りのことはよく知りません。そうか。おかみさんなら知ってるかもしれないですよ。呼んできますね。お客さん、15年前の文野邸の火事について知りたいんですか？何か知っていますか？大学教授の文野さんが住んじょって、奥さんが亡くなったのよ。亡くなったのは教授の奥さんか。娘がいたと思うんですけど。一人娘がおられたわ。あやちゃんだったかいな。彼女も火事にあったんですか？いや、あやさんはもっと前に亡くなっとられるわ。25年は経つんじゃないかしら。文野あやさんは亡くなってるんですか？そうよ。どうして？俺、15年前に文野あやさんと文通していたんです。15年前って、あやちゃんはとっくに亡くなっちゃうよ。はるかさんの記憶違いじゃないですか？いや、あやさんが亡くなったのは火事のずっと前よ。間違いないわ。そんな、どういうことだ？おかみさん、その家ってあの噂のところですよ。噂？幽霊が出ると噂の空き地ですよ。あんた、シャン噂を信じちゃうかね。でも、お客さんは亡くなった娘と文通してたんでしょ？そげ言われたらそげだね。ああ、そげいうことか。何です？幽霊よ。お客さん幽霊と文通しちょっただわ。ちょっと勘弁してよ。文通しちょった人の写真はないかね？あら、かわいい子だがね。あなた、この写真で一目惚れしたんでしょう？それは。あら、照れちゃった。もしかして図星だった？それより、この写真は文野彩さんですか？ごめんなさい、私彼女に会ったことないのよ。はあ？この制服、松江大場高校ね。そうか、制服で学校がわかるんだな。彼女が通っていたのは松江大場高校か。そうだ、いとこが松江大場高校出身だったわ。あやさんと同世代だけ何か失調かもしれんね。聞いちょいてあげましょうか？お願いします。あら、話し込んじゃったわ。長いしちゃ悪いわね。では、ごゆっくり。今日は疲れたな。大浴場に入って疲れを取ろう。大浴場というほど大きくはないな。小綿の銭湯ってところかな。でもいいお湯だ。疲れが取れるな。うひょー、極楽極楽。なんだこのじいさんは。じいさんではない、わしは泉小雲じゃ。おかしなじいさんと一緒になったな。一人旅かな。え、まあ。じじいと背中の流しっこでもせんかや。遠慮します。付き合いが悪いの。普通遠慮するだろう。わしも若い頃は旅三昧の日々じゃった。犯人を追っていろいろな町に出かけていった。はあ。じいさん、もしかして元刑事なのか？刑事だててや。わしも見くびられたな。違うのか。それじゃあ行商か？だら、わしが行商人に見えか？見えるけど。オーキャン声ではいらんが、FBI 捜査官じゃ。
FBI？ 声が大きい。誰が機長かわからんで。ちょっと勘弁してよ。 CIA にもおった。絶対に嘘だな。現場100回、一期一会。おかしなジジイに捕まっちゃったな。これも旅の醍醐味か。キツネにつままれたような一日だったな。はるかさんの話が事実なら、文野彩さんは25年前に亡くなっている。それじゃあ俺の文通相手は誰なんだ。幽霊なのか。いや、そんなわけはないな。今日は疲れたからもう寝よう。松江を訪れて2日目、まだ昨日の話が信じられない。はい、どうぞ。おはようございます。おはよう。布団を片付けに来ました。そうか、ありがとう。お客さん、今日は観光ですか。旅の目的は文野彩さんに会うことなんだ。市内を歩いて文野さんを知る人がいないか探してみるよ。今は特に気になる番組はやってないな。部屋のエアコンだ。今の温度はちょうどいい。窓の外に運が見える。何かメモを取ったりするにはちょうどいい大きさの机だな。この押し入れは布団を入れる用だな。趣のある絵だ。奥は何があるんだろう。京店商店街にやってきた。女性が好きそうな店が並んでいるな。町の人に文野教授の所在を知らないか聞いてみるか。これだけたくさんの人がいるんだ。誰か知っているかもしれない。すみません、文野彩って知りませんか。紅白出場歌手かい。違います。それなら知らんな。いろいろな人に聞いたけど、文野教授の現住所を知る人はいなかった。写真を頼りに彩さんを探してみるか。すみません、文野彩って知りませんか。知りません。彼女ですか。あ、いや。すみません、この子を知りませんか。知りません。彼女ですか。商店街の人に彩さんの写真を見せたが、彼女を知る人は見つからない。場所を変えたら案外うまくいくかもしれない。違うところに行ってみようかな。
着物を扱っているお店のようだ。電柱だ、スズメが止まっている。ごく普通のポストだ。雨が降ってきたな。市内や経典商店街で文野さん親子を知る人はいなかった。それで俺は発想を転換した。文野さんはニンテリのようだから技術と関係があるかもしれないと考えたのだ。それで電車内の広告で見た島根県立美術館を訪ねようと思ったのだが、困ったな。それに強くなってきたぞ。みんな準備がいいな。美術館へ行くんですか？ええ、そうです。私もです。一緒にどうですか？それじゃあお言葉に甘えて。松江には観光ですか？やっぱり観光客に見えますか？弁当忘れても傘忘れるな。え？雨の多いこの地方のことわざです。外出するなら傘が必需品ということか。地元の人は必ず傘を持って出歩くのか。私、この美術館に勤めている石原ゆかりです。石原さんから渡された名刺を見る。この美術館の部長なんですか？部長といっても大したことないんですよ。この若さで部長ってすごいな。よかったら私が館内を案内しますよ。それもお言葉に甘えちゃいます。雨が縁で知り合うなんてロマンチックだな。雨で知り合うことを縁しずくと言うんですよ。縁しずくか、綺麗な言葉だな。縁に面した美術館は正面がガラス張りの近代的な大きな建物だった。立派な美術館だな。展示されている美術品も必見ですよ。それに映画鑑賞会やワークショップなどのイベントも開催しているんですよ。石原さんはこの美術館が好きなんですね。すみません、美術館のことになると夢中で話してしまうんです。仕事に夢中な人って輝いてるんだよな。傘ありがとう。俺はチケットを購入して美術館に入った。この絵は島根出身の小野内弥太郎の絵で、長い間行方不明だったんです。どこで見つかったんですか？スペインです。私、競売に行ってきたんです。絵を落札しにスペインまで。すごい情熱だな。他にも素敵な作品がたくさんありますよ。電車の広告で見たんですけど、松江出身の無名画家の絵画展をやってますよね。はい、私の企画です。地元の人の絵を飾るって夢があると思います。夢ですか？画家を目指している人ならこういう立派な美術館に展示されたいでしょう。そうですね。不思議な絵だな。その絵より奥に有名な絵がありますよ。この絵、いいですね。美術館はいかがでしたか？とても興味深かったです。時間があったらまた来てください。結局、アヤさんについて何もわからなかった。一体どうすればいいんだろう。
一度頭を整理するか。そうだ、あやさんの写真を見せてみよう。実は人を探しているんです。人探しですか？この写真の女性を知りませんか？え？15年前に文通していたペンフレンドなんです。ちょっと訳があって探しているんです。そう、ごめんなさい、知らない人です。いいんです、気にしないで。そうだ、これをもらっていこう。なんつって一人で喋って悲しいやつだな俺は。目の前には誰もいないな。風景画だ。戦争の絵だ。この奥はスタッフルームかな。関係者以外は入れない。かわいい絵だ。俺は島根県立松江大場高校に来ていた。ここで話を聞けば何かわかるかもしれない。でもどうすれば卒業生の話が聞けるかな。と、誰もいないか。下駄箱が並んでいる。今でもラブレターを入れたりするんだろうか。ここで何してる？ちょっと見ていただけだよ。見ていただって？女子生徒を覗いてたんだな。ちょっと来てもらおう。いや、違う違う、覗いてない、見ていたんだよ。犯罪者はみんな自分はやってないと言うんだ。おいおい、俺は犯罪者じゃない、言いがかりだ。いいから、おとなしくついてくればいいんだ。ちょっと勘弁してよ。大柄のゴリラのような男は渡辺雅也といい、もう一人の教師は佐藤というらしい。こういうのを世間では冤罪と言うんだ。出るところに出たら絶対に慰謝料を取れる。温厚な俺はそこまではしないが。荷物を調べたけど盗撮はしてないようだな。だから何度も言ってるだろう、俺は覗きも盗撮も痴漢もしてない、濡れ衣だ。ふざけるな。そのセリフそのまま返してやると。それなら学校の周りで何をしていた？法に触れるようなことはしてない。わかったぞ、お前ストーカーだな。どうしても俺を犯罪者にしたいようだな。はっきり言うが、お前の推測は全て間違いだ。一言で言うならトンチンカンだ。どうも怪しいんだよな。ここは正直に事情を話して情報提供してもらうのが賢い方法かもしれないな。俺がここに来たのは卒業生の文野彩さんについて調べているからだ。お前探偵か？そうじゃない、ただ彼女のことを知りたいだけだ。個人情報は教えられません、常識です。そこをなんとか。情報は悪用しませんから。ダメです、絶対に教えません。
まあそうだよな。当然俺は無罪放免となった。監督、そろそろ紅白戦を行いたいんですけど。すぐに行く。それまで守備練習をしてろ。はい、失礼します。このゴリラ男に捕まっただけで何の情報も得られなかったな。野球部の監督だったのか。力が強いと思った。捕まれたところ、あざになってるよ。慰謝料請求するぞ。ふざけるな。マジだよ。こいつでもいいから綾さんについて聞いてみよう。なあ、文野綾という人を知らないか。どうして彼女のことを調べてるんだ。知ってるのか。文野綾はこの高校の伝説の生徒だ。美人で秀才、スポーツ万能、芸術の才能もある。そして18歳で死んだ悲劇のヒロイン。彼女が亡くなったのはいつだ。25年くらい前だ。15年前に文野綾という名前の生徒がいたんじゃないか。さあどうかな。忙しいんだ、もう帰ってくれ。わかったよ。歩き回って疲れたな。一度部屋に戻るか。ここはどこだ。どうしてこんなに体が震えるんだ。この先はダメだ。あの部屋にいるのは。あなたが文野綾さんなのか。されてましたよ。いつからいたの。うわーって悲鳴を上げる少し前です。ちょっと勘弁してよ。松江まで来て人探しって変わってますね。勝手だろ。何か用事でもあるの。そうそう、一つ思い出したことがあるんです。何。市街地にあるバー中村のマスターが松江大場高校の出身だと聞いたんです。いくつくらいの人。30歳くらいかな。もしかしたら何か知ってるかもしれないな。ありがとう、行ってみるよ。怖い夢を見ないように気をつけてくださいね。ったく、一言余計だよ。風呂に行くにはまだ早いし、ともこちゃんの言っていた中村バーに行ってみるか。